武士。お前などこの孤児院にもいらぬ。どこぞで野垂れ死にでもした方が世間様のためよ。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。貧乏孤児院がそれで立ち行かなくなって、口べらしに僕は追い出された。どこぞで野垂れ死んだ方が世間様のためよ。なぜです、僕は何も。僕つぶしはこの施設にはいらん。いや、天下のどこにもお前の居場所などありません。どこへでも行き。災難だ。本当に虎はここに現れるんでしょうか。現れる。心配いらない。すごい自信ですね。なんか羨ましいです。僕なんか孤児院でもずっとダメなやつって言われてて、その上今日の寝床も明日の食いぶちも知れん。大昔の農村じゃないんだ。いや、第一に経営が傾いたのなら一人二人追放したところでどうにもならない。僕なんか孤児院でもずっとダメなやつって言われてて、その上今日の寝床も明日の食いぶちも知れない身で、確かにこんなやつがどこでの誰人だって誰も気にしない。いや、いっそ虎に食われ。これが敵の狙いだったのか。探偵者を陥れるのが。心配するな、爆発などさせん。僕のせいでみんなが。しっかり行う。強すぎる。なんで。無理だ、勝てるわけない。僕と同じ電車に乗った。ただそれだけのせいでみんな死ぬ。その時唐突にあるアイデアが浮かんだ。早すぎる。せめて今あの力があれば。なんてことを。その細い腕に押された時、僕はようやく気づいた。お前のボートは一人乗りだ。ここは泥虫のように怯えて生きるのが。僕は違うと思う。だって太宰さんは、探偵者は僕を見捨てなかった。けど僕はどうすれば。夜叉がもう一体。あなたのせいだ。僕はただみんなを守ろうとして。全て貴様のせいだ。違う、僕は変わりたくて、ただみんなを守ろうと。やめろ。行くよ、アツシ君。立つんだ。僕はダメだ。さて、これじゃ前と同じだ。僕はまた何を使っても。ボーイフレンドはいただいていくぞ。一日目に痛むのは骨。動くたびに火傷がすれて死ぬほど痛む。僕も同じ場所にいた。やっぱり無理なのか。結局僕には何も。お前は僕が嫌いだよな。僕も僕が嫌いだ。今までありがとな。無駄なあがきはやめろ。それが貴様の限界だ。どうぞ。いっそ太宰さん、頭は間違うことがあっても血は間違わない。君は幼少時代に二度殺されかけているね。実の両親が赤子の貴様にしたことに比べれば、この程度暴力のうちにも入らん。
陽花ちゃん、どうして彼女が。これでよかったのだよ、アツシ君。